みなさんこんにちはオンラインスタディの時間ですこの動画は中学校一年生の理科単元4第一の変化3章地層2時間目の内容ですここでは教科書247ページから248ページの地層を作る岩石教科書249ページから251ページの堆積岩と 化石からわかることについて学習します。それでは、地層を作る岩石について学習しましょう。風化・侵食・運搬・堆積の作用を受けてできた地層は、長い年月をかけて固まって岩石になります。それを堆積岩と言います。堆積するものによって堆積岩にはどのような種類があるでしょうか。 それでは課題です。堆積岩にはどのような特徴があるのだろうか。堆積するものは大きく分けて3種類あります。まず岩石のかけらです。堆積した岩石のかけらの大きさが2。ミリメートル以上のものを液岩、2mm から0.0。6mm のものを砂岩、0.0。6ミ、mm、リ以下のものをレーガと言います。 このように岩石が風化、浸食、運搬、堆積してできた堆積岩は、粒の大きさで3種類に分けることができます。次に火山噴出物が堆積してできた堆積岩を業界岩と言います。火山噴出物とは、火山灰、火山礫、軽石など、マグマでできたものを言います。堆積するという点では、礫岩、砂岩、 霊岩と同じですが凝灰岩は堆積物の角が角張っていることが特徴です最後に生物の死骸が堆積してきた堆積岩をチャートと石灰岩と言いますこの2種類は薄い塩酸をかけてからの変化や硬さで見分けることができます薄い塩酸をかけて変化がない堆積岩をチャート 泡が出る堆積岩を石灰岩と言います。この際出てくる泡は二酸化炭素です。また、硬さを比べると、硬いのは茶ト、傷つきやすいのは石灰岩です。以上のことをまとめます。堆積岩には堆積するものによって6種類に分けることができます。歴岩、砂岩、霊岩は、 粒の大きさで分けることができます。凝介岩は粒に角があるのが特徴です。石灰岩は薄い塩酸により泡が出ます。チャートは石灰岩より硬いという性質があります。次に堆積岩と化石から分かることについて学習しましょう。地層の作り、堆積岩の種類、凝介岩のあるなしは、 地層が堆積した時代の環境を知る手がかりになります。例えば、業界岩があれば、火山噴火があったことを示します。また、地層や堆積岩には、化石を含むものも見られます。化石を観察することで、何がわかるでしょうか。それでは課題です。化石からどのようなことがわかるだろうか。 化石は生物,の死骸です生物は好む環境や繁殖した時代などが種類によって異なります。まず、サンゴやシジミ、ブナ、ホタテは今でも生息している生物です。これらは好む環境が違います。例えば、サンゴは日光が届く、浅く暖かい海に生息する生物です。 地層の中にサンゴの化石が見つかると、その地層は浅く暖かい海だったと推測できます。このように地層が堆積した当時の環境を示す化石を地層化石と言います。サンゴを含む主な地層化石は次の通りです。 次に化石として有名な恐竜やアンモナイトはすでに絶滅しています。恐竜やアンモナイトは今から2億5、000万年前に広い範囲で繁殖した生物です。恐竜やアンモナイトが見つかった地層は今から2億5、000万年前の地層だと推測できます。このように地層が堆積した年代を示す化石を示準化石と言います。 見つかる化石の違いからできた地球の歴史の時代区分を地質年代といいます。地質年代は古い方から古生代、中生代、新生代と大きく分けて3つあります。古生代の主な始潤化石は山葉虫とフズリナです。中生代の主な始潤化石はアンモナイトと 恐竜です。新生代の主な始純化石は、ナウマンゾウとビカリアとデスモスチルスです。以上のことをまとめます。化石を観察することで、当時の環境や堆積した時代を推測することができます。知識を確認するために、251ページの正末問題を解いてみましょう。 これで、茨城オンラインスタディ、中学校1年生の理科、単元4、第一の変化、3章、地層、2時間目の学習を終わりにします。